はい、オルガンライフです。今日はちょっとした生活のテク、ライフハックとも言えるのかな。こういうメモリーカードとか USB メモリー、端子があるじゃないですか。USB の端子、ここ使い方によっては接触不良があります。挿しても認識しない、何回も抜き差しして認識する。あとメモリーカード、こちらも同様にこの端子の部分に汚れがつくと挿しても認識しない。まあ何回も抜き差してればいいけど、挿入してる機械が壊れるんですよね。あ、だったら専用のクリーナー、もちろんそれもいいですけど、もっと簡単な方法があります。これ1個だけ用意しとけば大丈夫。そういう時、こちら無水エタノール、無水エタノール、水の入ってないエタノール。エタノールってアルコールのことですね。これのちっちゃい瓶、これがおすすめです。大きいのもありますけど使いにくいですね。だから家庭用だったらこのぐらいの大きさがいいですね。ちなみにこれレンズの掃除とかいろいろなものの油汚れ、それ落とせます。ただプラスチックの部分にはあまり使わないでください。かけちゃいけないですね。こういうメモリーカードとかかけたらプラスチックの部分にもかかりますからね。だから綿棒を使います。このベビー綿棒っていうのがいいですね。ベビー綿棒、赤ちゃん用、ちっちゃいんですよ。赤ちゃん用だからベビー綿棒なのか、ちっちゃいからベビーなのか、それは知らないですけどね。でまずは無水アルコールをつける。口の部分が尖ってますので、この部分に綿棒を当てる。この状態で横にしてください。そうすると綿棒に染み込みます。簡単ですよね。こぼす心配もないし、これ端子の部分にこう当てて擦る。あ、綺麗になりますね。結構綺麗になる。あの端子が触れる部分、そこだけでいいです。真ん中の部分だけ、その部分だけをこう磨いてください。あ、黒くなった。結構黒くなるわ。汚れてるわ。あのガイドのプラスチックの部分には触れないように。それあとはこの乾いた方でこう磨いてください。ピッカピカですね。すごいピッカピッカ。あの端子をきれいにしとく。そうすると接触不良はなくなってデータの転送をスムーズに行います。まあ、あと電源コンセントとかも掃除しとけばより抵抗が減って電気が流れます。抵抗が多すぎるとそこが熱くなって火災の原因にもなりますからね。あとマイクとかの端子に使えばガリガリ言う音もなくなりますね。まあ、いろいろクリーナーとかありますけど、これ用あれ用って用意する。確かに安心ですけどクリーナーだらけになります。なんかその時無水エタノール使ってください。ただ注意としては樹脂類、プラスチック類、ゴム、その部分にはできるだけ触れないように。そのコツは、端子って全部に当たるわけじゃなくて、当たってるところって一部です。筋があります。その筋のところだけ無水アルコールで拭く。そしてアルコールのない方で磨く。これで充電がスムーズですね。まあ、ただマイクロ USB とか非常に精密なもの、その部分はこれやらない方がいいですね。入れたら引っかかりますから、そういうところには入れないでください。平面的な端子、そういうところに使ってください。あの無水エタノール、あとはベビー綿棒、家庭や職場に備えとくと、まあ、万が一の時端子のクリーニングスムーズにできます。これだけで全てできますから、だからぜひ使ってみてください。便利です、安いです。そして電子機器類が確率に動きます。寿命も延びます。ということでバイバイ。